はいえー、今回ですね、えー、ダービー競、明日ない、重症ダービー競だけなんですけど、えー、と、もう一度ですね、面白いのを見つけたんで、こちらも紹介します。えー、明日ですね、行われます、中山5レース、えー、3歳未勝利しは2000メートルですね。えー、こちら、えー、ちょっとだけ、ね、狙ってみたいなと思って、ね、こういうレースあんまり多くないんで、ちょっとだけ狙ってみたいと思いますね。えー えーダービッキョー協の前に、ちょっとこっちでね、ちょっと遊びで馬券買いたいなと思ってますね。はい。えー、もう本命言いますね。えー、ラーラディアンスウェイということで。えー、まずこちらですね。えー、18頭、ちょっとくらい。ちょっとタイムくらい。はい。えー、と立18盾です。 え、中山2000メートル。明日 B コース変わるんで、まあまあ、内枠有利になるんですかね。2000メートルなんで、まあまあまあ、スタートをね、えー、向こう正面、向こう正面ちゃうわ。えー、正面スタンドから始まるんで。まあまあ、内らちが有利なんでしょうかね。まあ、内枠有利なんですかちょっとわからないです。えー、なんかあんまりピンクのイメージがないんですけど。はい。で、えー、っと、今本命、あ、一番人気ですね。えー、印事前に打ってたんですけど。さすが一番人気ですか。えー、困って まあまあまあ、予想通り、なんかな、ぐらいか。うんふふふ、一番人気か。まあそうか。そうかそうか。はい。で、えー、っと、ここですね、えー、4月1日になったってことで、えー、完全に、えー、っと、新馬戦がなくなりましたね。確かね、先週ぐらいかな。これはてんかな。はい。で、えー、ここからね、ミスチョリ戦が始まるわけなんですけど、えー、それでもですね、 え、まあ個人的に呼んでいるこれ別名勝手に新馬戦ね。えー、見処理せないのにこれ勝手に新馬で出てくるってやつ。これいわゆる勝手に新馬戦。で、基本ね、私ね、勝手に新馬戦の馬って基本買わないんですけどね。それはやっぱね、デビュー戦なんでやっぱテンション上がったりとかね。えー、もう全然走らんかったりとかする馬結構多いんで、勝手に新馬戦。で、人気もそんな出ないんですけどね、基本ね。えー、買わないんですけど、ここですね、え、勝手に新馬戦の中で、え、一頭ちょっと見っけたんで、え、ラディアンス。 ウェイってことで。えー、っと、まあ、もう、ダービー教に続いてなんですけど、まあ、これも毎回言うてますけど、も堀さんのとこですね、もうこれ。もうずっと言ってますよ、これ。えー、堀さんのとこね、ちょっと紹介しておきましょうか、もうこうなったら。もう大体みんなしてると思うんですけど、はい。えーね、えー、ちょっと初心者の方はね、こちらじっくりご覧ください。えー、堀さんのとこってことで、えー、調教師ね、えー、っと、最近ですね、ちょっとメキメキまたちょっと夢になってきたなと思うね。 え、そうですね。えっ、ー、と、皆さん、えー、初心者の方の有名なやつ、えー、そうですね。だいたい、もう、ドゥラメンテ・モーリスですね。ここら辺ですね。えー、いたいこういうツーも配置しててます。えー、もう、ドゥラメンテ・モーリス・モーリス。で、えー、っとねー、ステイアーズ・ステークス、あと、えー、 あと、ステアズ、ダイヤモンドステークスで、ね、紹介したアルバートですね。あと、サトノクラウンね。あと、ネオリアリズムですか最近買った。えー、もうここら辺。だ、う、い、ん、えい、ー、最強外人のした時はもうほぼほぼガチガチ買いでいいですわ。もうずっと言ってるんですけど、毎回。ね。人気あっても単勝でも全然バチガチ買いで買い。で、えー、去年夏を世話になった爆心ケオですね。こちらもガッツリいただいたんで。あと、マウントロブソンね。こちらも確かしたるけさん乗ってたはずですね。えー、こういうとこ、えー、しっかり、えー、ね、安くても単勝ブッチが賢いと思いますわ。 はい。一応軽く紹介しておきました。で、えー、堀さんとこはどういうね、えー、っと、あれしてるんですかってもう全然あれ、あれしか言ってないですけど、えー、堀さんとこね、まあ基本ですね。まあ強いですわ。えー、勝率2割あるかないかぐらい。もうほぼほぼ。もうカウンやったらほぼ単形ですね。えー、基本ね、こういうデータい大体 3, 3着以内の、えー、青、水色ラインが、えー、最後ね、ピャーってなるんですけど、えー、これ逆ですね、堀さんとこ。大体頭が、もうほぼ、 三連、服でかえたらもう、ターン、頭で買えぐらいの遊び、遊びでもね。ターンで買えって感じですわ。もう、基本ターンですよ、これもう。ターン、ターン、ターンですよ。もう、ターン、ターン、ターンやターン、ターン、さタ,ターン、ターン、ターンや、これは。基本、ターンで買うってください。はい。ね。えー、基本行かない札幌でもね、えー、どうなるんかなと思ったらもう、圧勝ですかね。これ、重1勝してました。これ、すごいよ、これ。 25倍これ。うまい。ちょっと福島はちょっとね、派手なんですけど。え、で、あとやっぱり得意なとこやっぱ東京、え、東なんでね。やっぱ輸送して、阪神、京都連れて行った時は基本、え、成績とも、え、良くないです。え、今年の春ですね、ライアンムーア来てましたね。え、ライアンムーア乗した時大体鉄板のやつなんですけど、でも基本やっぱ京都、阪神、え、行った時のライアンムーアさんはやっぱいまいちですね、やっぱ。やっぱりこの、え、輸送なしで、え、ホーム球場。え、東京中山がやっぱぜひ帰ると思ってます。特に東京ね。 抜群に成績いいんで。はい。こちら紹介しておきます。ええー、と、あと、まあ、ボバとね、ンバとかね、よくデータあるんですけど、だいいヒンバ成績あるの分かりますね。だいたい混合戦で負けるんで。ここら辺あんまり気にしないでください。で、あと、やっぱり、ええー、毎回言っても、その、正直系ですね。ええ。もう、新馬未勝利。ええー、そこら辺でも仕上げてくる、えー、堀さんとこですね。2歳、未新馬未勝利。もほぼほぼ鉄板ですわ。 これに東京悪いようないあとはライアンモラー連れて行くとき、だいたい 1. 何倍とかありますけど、もう買いましょう。はい。たまにね、4倍とかあってね、めっちゃ美味しいときあるんで、え買、ー、うてください。ぜひ、ぜひ買うてください。で、えー、新番未勝利ね。もうすごいよ、これ。26%ですで勝率。ね。で、三着になりほぼ、えー、パーセンテージ。まあまあ一応50%弱あるんですけど、三着になりつ。副賞で顔を変えた運なんで、えー、もう頭で買いましょう。ってことで。で、もう重賞も早くも20勝してますわ。強いです。 このうちのまあ、あれでしょ八勝九小がモールスとデめラメでしょこれも。はい。もう強いぞ。 で、え堀さんとこの解明ポイントといたしましては、まあまあモーリスとかね、ドラメントになったら、まあ大体みんな夢なんでみんな買っちゃうんで、大体、え新馬戦未勝利の東京、え中山。で、えムーアさん。あるいは、まあ、デモチャルメジャーはね、基本西おるんで乗らってくれないんで、えこういう時に大体やっぱ、シタるけさんとか来た時、えあとですね、夏で言うたらモレーラさんですね。え去年、札幌でずっとモレちゃん見てましたね、去年。去年ずっとモレてたんで。え大体一年周期で言うと、え夏のモレちゃん、え秋のムーアですわ。えそこを凍ってください。東京 間ね来た時ね、あと札幌の夏のモレラね、えー。そこらへん買うやってください。で、春先ちょっとね、安、え、城、ー、まあこういう下請けさんとかで、ちょっとね、はてな続き多いんですけど、まあ下請けさんでもこうやってください。えー、下ルけさんってだけで買わない方結構いるんで、えー、まあ、 今回のままね、3倍ついてるんで逆に美味しいと思うんですよ、3倍もついたら。えー、まぁ、あ、1. 点何倍の下力さんはちょっとあれなんですけど、まあ3、4倍ついた下力さんだったら別に単勝新馬戦未勝利ぐらいね、ピンポイントで買うなら全然、えー、お金的に損ならないんでね、3回に1回取れたらええぐらいなんで、えー、全然こうやってやってください。新馬未勝利の特に東京中山ね、もう毎回言ってますけど、はい。お願いします。えー、以上で堀さんの説明を終わります。 で、えー、堀さんは毎週見てるんですけど、えー、今回出る馬、えー、キョンベルジュニア、えー、紹介しました。あと、ラディアンスウェーデン。で、えー、逆に言うとですね、えー、こういう、えー、アライド、何やったっけえー、ちょっとごめんなさい、読めてない。アライド何アライドさんちゃうね。え、アライドさんはこれか、アライドメジャーとえー、 ホリさんの名は基本ね、切るとき簡単です。えー、だいたいホリさんスタイル系乗ってますけど、えー、だいたいこういうね、えー、新ンバッカーチアガタと1108ですね。えー、だいたい500万あって全然伸びしろな今、えー、こういうのも切ってもうても構いません。はい。なもんですね。シンプルにとそういうもんです。えー、だ、日曜日でも出るんかな日曜日出る日曜日あ、日曜日お前か。お前か。日曜日か。そうか。あー、これ見たらあかんやついやな。いやー、これは後で、ね、また明日言いますわ。うわー、サトルクラウンですって。人気出てるね、まあまあ。 これはちょっと明日やで、ね。でもちゃんか。ん本気なわかるんやけどんー。ごめんなさい。これはちょっと明日ですわ。嫌な見てもどこれ <laughs> 堀さん明日4としか出せねんだらすごいな、えー。ちゃうね。お菓子もちゃうね、これ。また滑った、これ。えー、すいません。戻ります。本ちゃん戻ります。 大体説明したんでいいですかえ、堀さんの説明以上で終わり、え、しんみ勝利、え、で、え、このままですね、えっと、ま、ディープサンクってことで、え、血糖もね、文句ないですね。母親も問題ないんで、え、母親ですね、こちら、え、読めません。え、キャビーズゴールデンギャルって書いてますわ、これ。え、ま、あんまりまだ兄弟排出してないんですけど、え、確かね、え、あ、ここで説明しようか。こっちで説明しましょう。 で、こういう新戦のデータでね、デビュー前ってこんな情報基本載ってないんで、もうこういうの載ってるってことはもう全然素質があるって思なんで、これも読んでおきましょう。えー、ディアンスウェイ、ボバー、父ディブインパクト、母親キャビ b ガ g e Girl, 母父ガール l 読まれません。えー、堀旧社ですね、えー、バヌシ社代ってことでも有名ですね。で、母親は、えー、アメリカさんで現役時代に、えー、優勝してるんですって。ちょっとわからん。 ちょっと、このサンタモニカが分からんけど、何か分からんけど、優勝しますわ。で、えーと、本番について、顔つきに品があって、いい雰囲気持ってるまま、調教ごとに動きもしっかりしてます。デビューは遅くなりましたが、重感あるってことで、えーとですね、えー、基本、新馬戦からね、まあ、去年から始まってるわけですけど、えー、堀さんだと大体2歳の馬が、新馬戦が強いんですけど、ここ、あえてね、えー、じっくりじっくり溜めて、しかも、この時期に未処理出てくるんですね。この時期ですよ。もう、 日本ダービーも間に合ンぐらいのこの時期ですね。この時期にこれ出すってことは、えー、多分ね、明け4歳、もしくは4歳ですね、堀さんとか5歳は言い過ぎかな。やっぱ4歳ぐらいの、えー、どうでしょう。天皇賞明けとかね、ジャパンカップぐらい、狙、えー、ってるはずなんですよね。大体東京で大舞台でそこなんで。えー、それ考えると、えー、ここ出してくるってことは、 やっぱり十分仕上げて、そこ、4歳の手の先、もう完に独断と変形ですけど、そこ持っていくための本気なんで、まずここ第一ステップなんで、えー、こうカット感と話しならんので、えー、十分仕上げてると思います。んで、ディープインパクト、えー、中身線、ね、そこまで相性は良くないですけど、えー、ある程度も仕上げてきてると思いますわ。ここ正直負けてる場合じゃないんで、ここ負けたらちょっとね、正直、相手未勝利というのも、この後苦しくなってくるんで、ここはしっかり勝ってくると思います。えー アンジョシュタルケさん、えー、ね、え何、ーえー、やったっけ、あれ、ダービー協のキャンベルジュネで言った通り、えー、今週、えー、ラストウィークで本気ですね。得意の中山ですね。で、えー、っと、B コース代わり2000メ、えートル、さっきも、えー、冒頭で言った通り、うちらちいっぱい有利のはずなんで、うちらは大歓迎です。はい。ですね。ちょっとどういう競馬になるのかちょっと全然わからないですけど。で、えー、っと、未勝利戦でね、別にここ掴んでも他にね、中山戦六とかね、 ま、東京はちょっと時期があれなんですけど、まあ、中山1008とかね、ディープでもうちょっと適正な距離あるんじゃないのと思ったんですけど、ここあえて中山2000の未勝利使うってことなんで、えー、やっぱりある程度このスタミナとかにも自信、えー、適正があるってことなんで、えー、そういうのを込めてね、この中山2000、特に東北2000、えー、堀さんのところ結構未勝利出してくるのも多いです。えー、それ考えるとやっぱり、えー、と、やっぱ自信がある上でのこの2000メートルなのかなーって思ってますね。 ええと、まあ、前回ですね、ええー、いつでしたっけいつか紹介したんですけど、ええー、中山でストロングレベルですね。あのままも中山2000で、まあ、新橋戦だったんですけど、デビューしてるんで、やっぱり中山2000となると、ある程度自信ないとこれ持っていけないんで、しかも未勝利さんなんでね、今回ね。はい。ということで、ええー、もう、これ以上言うことないですわ。もう喋りすぎましたもん。戻りたいです。はい。 まじっくり育成したってことで、これでまあもう開けてもね、正直もうあともうね、一回切りなんでこういう間はね、買うときね、もうこんなん大体3.9倍でしょ単勝でブッチしたところでまあ3回に1回、えー、下手し4回に1回ぐらい来たら大体期待して取れるんで、それで十分だと思いますね。こういう間を毎回買い続けると。 え、それでも十分ね、プラス見えてくると思うんで、堀さんとこなんでね。はい。えー、こうやってやってください。正直3.9倍っていいですわ。これね、さっき投票始まった時ね、1.2倍とかあったんですよね、単勝もう誰か凍ってるんですかこれも、プロが。プロが凍ってるんですよ、これ。間違いないですわ、狙い目は。狙い目はね、来るか剣か別にして。狙い目は間違いないです。はい。で、えー、っと、今回ですね、えー、っと、一応。 えーっとね、今回、えー、副賞もね、ガチガチ売れてるんで、どうしようか、解明と思ったんですけど、えー、今回シンプルに、えー、対抗、えー、STM ってこの馬だけ対抗の馬鈴、3、6番だけ馬鈴買います。えー、まあ、この馬をね、えー、前走ダートで買って残っただけで、それまでね、馬券内、もシンプルですよ。馬券内にも中間2008でバーって来てるんで、えー、成績も0311と、芝ね。 え、まあ中山的地あると。えー、他にね、大体人気出たのは田辺さんとこ田崎さんなんで、しかも田崎さん外枠行ってるんでね、これね。祭りで梅吉ね。えー、それを考えると、えー、内枠やる程度引いて、えー、まあね、ある程度実績ある s ム m ここの生まれん。と、あとは黒三角はもう流し相手ですわ。副将の代わりに三連服流しをぶっちします。えー、それの解明がこちらですね。えー、ごめんなさいちょっとずれてます。えー、本命の3番。えー、何やったっけ。 あラディアンスウェイから、えー、相手がね、えー、キュートですね。45点を2000円ずつブッチー。で、9万円。えー、これ正直、えー、副賞9万円カウントと違い,いのって話なんですけど、正直明日なのとわからんので、もう適当に買いました。はい。で、生まれんを一応本命対抗。ここだけちょっと本心で、えー、生まれんブッチーと。まあ、10倍以上つくでしょう。ワイドはちょっと安すぎたんで、えー、生まれんでブッチーします。はい。で、一応、相手紹介しておきましょう。えー、5番からですね。 ま、ざっくりですけどね。え、6番はさっき言ったんで、5番は一応、え、馬ンえ、2着。で、まだ1走しか走ってないんですけど、ここまた、ケガちょ、ケガちょっかちょっとわからないんですけど、4ヶ月半だけじっくり来てるんで、え、この本気なのかなと思って、安城田辺さんで問題ないですね。え、あと7から、え、7から8、9、10とか、だいたい中山の千8 2千で、なんかある程度、え、成績良さそうな5着以内掲示板来たことある馬、大敵と選びました。あんまり、え、自信ありません。 ただ、えー、副賞より、えー、これ、紐できたら結構ラッキーですね。13番人気とか15番人気なので。はい。あとは13番以降、オレンジ枠はね、正直マイナスかなと思ったんですけど、えー、その中でも3等、もう3等とも強か、強そうなったんで選びました。スカイライトね。えー、まだ、えー、と、3着には来てないんですけど、基本上がり、ほぼほぼ早く来てるんで、これ赤ばっかりですね。最速、最速、最速。 えー、距離伸びたらチャンスあるかなと思って買いました。あと17番。あ、10、ごめんなさい。14番。マイネルさんは、大志さんのところですか大スさんのところも、えー、前走ですね。中山。あ、ごめん中山ちゃう。えー、中山こら。まあ、4着着てるんで2200でね、えー。別に悪くないんかな。もう適当ですよ。えー、15番。あ、15番ちゃう。16番。えー、梅吉ね。これ、戸崎さんのところで、前走3着で。えー、まあ、これが最悪来てもええかなと思ってね。あと15番ですね。えー、こちら押さえようか、最後前だったんですけど、最下位人気ですかこれ。 舐められたね、これ。再会人気やって、これ。えー、丸山電気、元気さん。えー、前奏新馬戦発射だけなんで、まあ、人気ないんでかるんですけど、吸着ってことでね、一見,見え、えに、ー、目に見えない吸着。 目に見えない9着という意味だからね。えー、目に見えてるね。えー、着なんですけど、えー、っと、1着のまとコンマ04なんで、もうほぼほぼ鼻鼻首首首とかですわ。多分これ2分の1鼻とかね、3分の2首とか本来ですわ。えー、そういう大接戦だったらね、特に問題ないかな。ここをね、中山2000円でもしかしたら末足型一発とあるんじゃないかなと思って、再開人気失礼ですね、と思って買いました。はい。以上9、9と。 で、ええー、この通りですね。流します。えー、内枠が、ま、確かに有利なんですけど、内枠ね、えー、1、2番ですね。特に、1、2番枠が、あれ ?1、2番、1、2番見たんですけど、ええー、もう、ああれあれ ?1、2番は大したことない馬かなと思ったんですかあれ ?4 番おう、オシャンティえ誰やお前おったん おシャンティあ、これ、飛ばしてもうたかなうわー無印人気出てるえへ、ー、へ、えー、<laughs> もう今さら買い目買い置なんやけどめんどくさいから。えへ、ー、へいや、ええー、かいや、えー、えー、ことあるんかこれえー、こんなの逃してんかこれは、これ、えへ、ー、へ <laughs> マジかこれ。やったこれ。ええー、おシャンティこれ。うわ、どうしよう。ええー、か。東京、えー、東京で、 三着三着。中山。いや。いや、か、いや、こうたんがええな。人気で、いや、あー<笑><笑>もうええわ。オーシャンティーなし。いや、来たらめっちゃ怒るけどな、普通に人気ってか強そうやしな。ええか打、うちわええわ。もう来たらもう、おーっていうところから、ろオーシャンティーっていうとこ、からもしゃーない。もう変えちゃったし、もうええわ。めんどくさい。消すのめんどくさいもう。ええわ。はい。すいません。えー、オーシャンティー。 ね、個人的には答えとか言って申せますよ、これ。オーシャ下っていうね。もう、もう、迷ったらみんな副賞を買うてください。過短症か。もう、堀さんのところなんで、もう、迷うと短勝ですよ、もう、これ。はい。 ということで、えー、こちらで、えー、紹介終わります。えー、もう、おー、シャーンって来たらもう叫んでください。おー、シャーンって言ってください、これも。あー、ミスった、これ。えー、で、えー、こちらでもね、下楽けラストウィークってことで押しときます、これ。下楽さん頑張ってください。で、ダービー日も、えー、紹介してるんで、そちらもよろしくお願いします。えー、こちらの結果、ダービー協の結果は明日ね、大阪杯の G1 の前に紹介するんで、で、もしまた日曜日に、ね、面白いエース発見したらまたこういう風に寄せるんで、えー、ご視聴だけでもね、よろしくお願いします。 えー、ということで、えー、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。